失ったわ。一体何だったんだろう、あれ。小心者ね、結構。大体あのミイラ男、チャチっていうか、誰かが紛争したってのが見え見えだったじゃない。そんなことわからないわよ。ただまともな人間じゃないことは確かね。していたみたいね。ほら、さっきも言ったでしょ。なんでも私に聞かないでよ。少しは自分でも推理してみなさいよ。頼りない新聞記者ね。でもこれで中庭に現れた怪物の噂は、不思議でもなんでもないことが分かったわけね。夜中に学園内をうろついて何かやっている人間がいるようね。ということは人魚像についても関係しているかも。連れて行ってあげてよ。私はもう少しここら辺を調べて後から行くから。昼間ここにアキちゃんがペンを落としたでしょ。それでなんとなく池の中を覗いていたらポーチが沈んでいたの。そう、変だなって思って引き上げて開けてみたらペンダントが入っていたの。そして指輪も。みたいね。犯人が盗んだ後、池に沈めて隠したんでしょうね。
朝登校した時にブラブラしてたら見つけたとかなんとか言えばいいじゃない。とにかく明日林道先生に返すわ。じゃあどうすんのよ。私には後ろめたいことは何にもないんだから、こそこそするのは嫌よ。緊急事態なんだから仕方ないでしょ。無茶は私の専売特許。それに進くんだったらちゃんと受け止めてくれると思ったから。ミイラ男や人魚の話だけならまだしも、実際の盗難事件に関わっていることだ。笑って済まされることじゃないな。そいつは買いかぶりってもんだ。だいたい私がその手の根回しとか人間関係の調整とかが得
意なタイプに見えるかい？くらいはないだろう。しかしまあ、白羽の矢が立ったんだ。一肌脱ぐしかないか。安心するのは早いだろう。問題はこれからだ。いずれにせよ学園当局に報告してコーチは届け出なきゃならぬ。あの先生、日曜日の夜校内に忍び込んで見つけたということも報告すべきなんでしょうか？そこがネックだな。チタン合金並みに頭の固いお偉いさんもいるし、東百合君の立場が悪くなる場合も考えられる。それに学内新聞の取材が絡んでいることが知れれば、新聞部にも迷惑がかかるんじゃないかしら。部員個人の行動であっても、部長や顧問の先生には最終的な監督責任があるからね。問題がこじれると厄介だな。私決めた。進くん、あきちゃん、日曜日の夜は私一人だったってことにして。いいの。日曜日の調査を言い出したのもポーチを見つけたのも私なんだから、ケリをつけるのは私の責任よ。いいね、女は度胸だ。わかった、そうと決まったら早い方がいい。私が付き添うから、これから職員室に行こう。気楽に女は度胸だなんて言ったが、やはり馬鹿正直に日曜の夜校内に忍び込んだことを言ったのはまずかったな。まあね、教頭や学年主任だけだったら軽いお説教で済みそうだったんだが、そこに当の林道先生が絡んで話がこじれた。校則違反にはそれなりの処分をする必要があると主張してな。それにポーチを盗んだ犯人は東百合君じゃないかと匂わすんだ。そんなひどい。鼓は正直に申し出ただけなのに。私林道先生に会ってきます。それはやめた方がいいな。話をますますこじらせるだけだ。それに東百合君が犯人と決めつけられたわけじゃない。今日警察に学園として正式に事件のことを届けたらしいから、あっさり解決するかもしれない。ただ東百合君は明日また学園当局から事情聴取されることになった。被害者の言い分は無視できないということらしいな。でも事情聴取といっても鼓に答えられることは限られているし、変な先入観で見られたら。そうだな、いい形勢とは言えない。私にできることも限られているし。
落ち込んでいるとでも思った？心配ご無用、逆にファイトが湧いているぐらいよ。私の立場なんて関係ないわ。まあ気分は良くないけど、でもますます事件の真相を知りたくなったことだけは確かね。頼りない王子様だな。そんなことじゃお姫様は助けられないよ。でもありがとう、心配してくれて。私も犯人については全然わかんない。だけど突破口があるとしたら例のミイラ男かな。正確に言うとミイラ男を壁に移してた人たちなら何か情報を持ってるかもね。何度も夜の校舎に忍び込んで中庭をうろついていたんだから、何かを見ている可能性があるじゃない、英検の連中なら。昨日の夜警備員さんに見つかった時、彼が言った言葉覚えてる？その通り。つまり警備員さんは何日か前にもうちの生徒が校内に忍び込んだのを見つけているってことよね。それに夜校内に映写機を持ち込んでチャチなミイラ男を壁に映すなんてことをやるのは英検ぐらいでしょう。そういえば七不思議の取材をしていて行動で沢村さんに会った時、彼女英検の企画について嘆いていたよね。人魚 VS ミイラ男、くだらないわね、まったく。しかしこれで七不思議のネタが2つも使い物にならなくなったみたいね。わかったわ、彼女今日も行動にいるはずよ。じゃあ私速攻で着替えてくるから、ちょっと待ってて。